この店ハマキってあるんですか？ありますよ。いります。はい、ハマキください。はいよ、少々お待ち。はい。お金あります？大丈夫ですか？これ。普通金あるんか大丈夫か。え、ハマキって高い？もしかして。ハマキは1個3000。ああ、よかった。大丈夫だな。はい。あれ、もしかしてアマルさんがおごってくれる感じで？花見しすぎなかったらいいぞ。本当？うん、一応。1本いっちゃいます。100本。ニータさん、この店で一番高いの何ですか？おい、シャンパンっすね、シャンパン。シャンパンタワー。500万。500万？ダメダメ。バーガー屋だから俺。500万っすね。1本だと100万っすね。高え高え。さあ、どっちにされます？どうしとくかな。お前やめろ、マジで。ありがとうございます。いいな、こういうやらしい店いいな。なんか他になんかやらしい店ないのかな。一応聞いてみたら。は？ラブホあんの？ここ。ラブホ行ったよ。はい、ありがとうございます。え、ラブホ行ったの？おでんと言った。おでんと？そう、4人で、4人で4人、4P 4人で行った。は？ハンバーガーやる人たちで 4P ってどういう意味じゃ？どういうことだ？ 4P って何じゃ？え？だってラブホでしょ？うん、ラブホじゃ。4人で侍だから意味が分からん。何してんすか？どういうことだ？どういうことじゃ？どういうことだって。え、あなたたちラブホテル知らない？ラブホテル関ヶ原じゃないのかね。戦国時代なかった。ちげえ、全然ちげえよ。ラブホテル聞いてみたら。ラブってわかる？何？ラブホテルで、ラブホテルって 4P とか言ってきちゃうんですけど。違う、昨日おでんとアマルっていうこの方たちが2人でラブホテル行ったっていう。え、どういうことっすか？あの ボーイズ4人でってことっすか？そのじゃあ俺鉄夫と、え、鉄夫さんも？ケツがなんかね、他にやらしい店ねえかって切れてた。あ、切れてる、切れてるな。切れてはないけど。ラブホテルあるんだ。ラブホで、この話になった。あるんかな。ニートさんは行ったことありますか？いや、私ないっすね。まだ私、まだ彼氏いないんですよ。え、待って、ケツも行ったことないんでしょ？ない。二人で行ってきたらどうだ？じゃあねえ。そうじゃの。違う、あの、違いますよ、お姉さん。ちょっと勘違いしないでください。これは全然勘違いしてないっす。はい、知的好奇心です。知的好奇心です。僕はこの町に来てまだ行ったことないところが多いので、ちょっと見てみたいなという。なるほどね。はい、納得でしょ。それで言ったら、ここのバーが多分一番刺激強いと思いますよ。うん、ジャムネのスペシャルが。ジャムネそう、オーナーの。いいんだ。別にその人とラブホテル行った。俺はニートさんとラブホテル。あ、私はね、すいませんね、ちょっとあの丁重にお断りさせて。なんで初心者を優しくしてあげるべきだろう。うん、なんで言ってあげないの。そうじゃやべえ、泣きそう。そっちつく。だってじゃあ初心者をかわいそうじゃん。仮面優しくしてあげないと。いや、この町に来たばっかりなのに。泣いてる。トムが一緒に行くって。行きたくないよ。行きたくない。行きたくないよ。行きたくないよ。泣いてるわ。二人とも泣いてる。行きたくないよ。